マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。突然ですが、まだリンゴ酢を飲んでいない方、今すぐ飲んだ方がいいです。でもただ飲めばいいわけではありません。確実にリンゴ酢で痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。3ヶ月でマイナス10キロ痩せるリンゴ酢ドリンク3選お伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのリンゴ酢ドリンクで痩せることができるのか、そのポイントと、2つ目、痩せるリンゴ酢ドリンク3選レシピもお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢ドリンクで痩せることができるのでしょうか。ポイント3つあります。皆さんリンゴ酢も購入していらっしゃいますか。ポイントはもう何回もお伝えしてます通り、純リンゴ酢を買いましょうでしたね。なぜか原材料が 100% の国産リンゴ果汁でできているからなんです。すっごく大事なので、純リンゴ酢選んでください。要は無添加のリンゴ酢選んでいただきたいんですね。材料がたった1つだけのこういった純リンゴ酢がおすすめです。そしてこのリンゴ酢がなぜいいかというと、1つ目です。あなたの腸内環境を整える力が一番強いのが、いろんなお酢の中でも一番がやはりこの純リンゴ酢なんですね。たくさんあるお酢の中でも酢酸という成分、働きが一番強いのがこの純リンゴ酢です。そうするとどういうことが起きるのか、あなたの腸ですね、お腹、腸の蠕動運動がめちゃくちゃ活発に動き出します。じゃあどうなるか、あなたはどんどん代謝が上がって余計な老廃物をデトックスになるからなんですね。やはり体の中にね、ゴミのような老廃物を溜まったままではどんなに頑張っても痩せることが難しいんですね。そのためにはまずはあなたの腸を元気にしてあげること、その腸が元気に動くためにはやっぱり純リンゴ酢が一番なんです。2つ目のポイントはこちら、脂肪をどんどん燃やしてくれます。嬉しいですよね。血液中の中性脂肪値どんどん溶かして燃やしてくれますし、また誰でも食べたら血糖値が上がりますよね。その上がっている間に脂肪がどんどん溜まっていっています。どうしたいですか。もちろんその血糖値の上昇を抑えたいですよね。その時に大活躍するのが先ほどのこの純リンゴ酢なわけです。血糖値の急上昇を抑えてくれることで、結果あなたは脂肪を溜め込みにくくすることができるんですよ。では3つ目のポイントはこちら、便秘解消です。毎日便通がある方もそうでない方も、やはりしっかりすっきり出るって大事なんですね。お腹の中に食べ物が何日間も溜まっていたら、それはそれはもう老廃物が半端ないです。でそういったところから有害物質やガスが出て、それがまた体の中に取り込まれて悪いものが全身巡ってしまうという、こういった負のスパイラルにならないためにも、やはりリンゴ酢ドリンクを飲むことでしっかりと腸が動いて、いらないもの、体のゴミを大掃除していきましょう。そのことでお腹すっきりデトックス、代謝も上がって、あなたは健康的な体で痩せることができるんです。では2つ目の項目です。ここからは痩せるリンゴ酢ドリンク3選ということで、これから寒い時期やってきますね。その季節に合ったベスト3ということでお伝えしていきます。作り方は簡単なので、3つご紹介した後に詳しいレシピと私がおすすめ飲み方をお話ししてまいりますね。まず1つ目はこちら、リンゴ酢白湯。もう私はこれが一押しなんですね。なぜか私も毎日飲んでます。やはり白湯を飲むとお体が温まりますよね。そうすると体温を上げることができる。そうすればたった一度体温が上がるだけで、あなたは基礎代謝を 13% か 14% ほどアップすることができるんですよね。運動なしですよ。運動でも割合は 20% ですから、いかがですか。体をね、温めて体温を上げるだけで代謝が上がるんだったら、こんないいことないって思いますよね。そこでこの純リンゴ酢と白湯の場合も、特に便秘の方はですね、フランスの超硬水コントレックスを白湯にして飲むといいと思います。でもちろんね、お腹が普通の方、もしくは緩い方はですね、このコントレックスは飲まない方が良いです。
飲むと逆にね、ゆるすぎになってしまいますから気をつけていきましょう。では2つ目のおすすめドリンクはこちら、リンゴ酢ルイボスティーです。皆さんルイボスティー飲んでいらっしゃいますか？ぜひ、例えばこちらですね、たまたま見つけたイオントップバリューのグリーンアイオーガニックシリーズがあるんですけれども、オーガニックのルイボスティーの茶葉になっています。ぜひお茶はですね、ペットボトルのお茶とか農薬たっぷりのお茶は飲まないでいただきたいですね。よくないです。農薬を煮出して飲みますかってことなんですよね。でまたペットボトルのルイボスティーなんかは天然のビタミン C ではない、人工的なビタミン C が入ってます。でそういったのをですね、常に飲んでしまうと味覚がおかしくなりますよ。で結局太ってしまうと。なのでぜひこういったオーガニックですね、有機栽培の茶葉で無農薬、これがおすすめです。でこちらとジュリンゴ酢を入れて飲んでいただくと、まるでレモンティーのような美味しさになります。でルイボスティー自体がですね、脂肪燃焼効果が高いんですね。しかも女性にとって嬉しい植物性の非ヘム鉄、要は鉄分が摂取できますから、ぜひこれもホットでコップ一杯飲んでみてください。では3つ目のドリンクはこちらです。リンゴ酢豆乳ドリンクでございます。豆乳とリンゴ酢をですね、混ぜていただきますと、まるで豆乳ヨーグルトのようにとろみがついて、即席ヨーグルトの出来上がりっていうぐらいですね、とろみがつきます。で私が気に入ってる大豆飲料はこちらなんですけども、すごい大豆、これすごくね濃いんです。北海道産の大豆でできた大豆飲料で、おからも入ってるという、私はこれ好きでね、飲んでいるんですが、もしこれが売ってない時は有機栽培の国産の大豆でできた、例えば私九州なので福豊のね大豆でできた無調整豆乳を選んでいます。でそれにこのジュリンゴ酢をちょい足ししていただきますと、すごく美味しい豆乳の、そのリンゴ酢豆乳ドリンクになりますので、ぜひホットで。これも普通ね、豆乳ってやはり開封しましたら冷蔵庫に保存しますよね。でそのまま飲まないでくださいね。お腹が冷えてしまって逆効果です。ですからしっかりと鍋で温めたりとかですね、もしくはレンチンでもいいです。人肌以上に温めていただいて、ほっこりとお腹を温める状態で飲んであげてください。特に豆乳は女性に嬉しいイソフラボン豊富ですよね。これが女性ホルモンに似た働きをしてくれて、脂肪燃焼効果だったりコレステロール値を抑えてくれたりというね、嬉しい作用もありますから、ぜひ積極的に大豆製品を摂っていきましょう。ただし調整豆乳ではなくって無添加の無調整豆乳でお願いしますね。以上3つドリンクをお伝えしましたが、レシピは簡単です。お好みでいいんですね。例えば私はコップ1杯、だいたい1カップに対してこのジュリンゴ酢を、その時によりますけれども大さじ1/2から1杯と、好みで蜂蜜を大さじ1/2から1杯入れてね、必ずホットで温めてから飲んでみてくださいね。でもしあなたが胃腸が弱いとか、ちょっとね酸性で刺激が強すぎるなっていう時は、もっともっと多い水分量で、先ほどの大さじマックス1日2杯までで十分効果があるリンゴ酢ですから、ぜひ1日あたり大さじ2杯をご自分の負担のない範囲の薄める量で飲んでみてくださいね。リンゴ酢を摂取する量は大さじ2杯までにしましょう。さあいかがだったでしょうか。実際に3ヶ月でこのリンゴ酢ドリンクダイエットした方がマイナス10キロいきましたという方のご報告を続々といただいております。次はあなたの番です。ぜひ私がおすすめしましたホットの、先ほどのリンゴ酢ドリンク3選ということで、ご自分に合ったもので大丈夫です。まずはコツコツ続けてみてくださいね。体質改善も含めて 3,4 ヶ月経てば効果を感じることができると思います。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみた感想などコメントにいただきますと、とっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。